こんばんは。遅れました。すいません。修造さん、坪井ゆうすけさん、ありがとうございます。こもちんさん、ありがとうございます。こんばんは。国松について熱いレポを書いてるとこいいですね。バンジャラモンスターさん、コモチンさん、ユウくんさん、ありがとう。京平さん、ありがとう。コウさん、ユキさん、スーさんさん、イシケンマシンさん、デブニアさん、ありがとう。こんばんは。なんか目がぼやぼやして。ユウタさん、ナラナラムダさん、京平さん、ありがとう。あんま見えない自分が。首太くなった？なってないよ。失礼やな。ミノさん、ダダダダムダさん、ジャストミタさん、ありがとう。ミチが使ってた今日。何を？目がやばいわ。ミーちゃんがミチのこと話してる。ミナミ難しかった。ミナミって書くの。中友さん、ありがとう。デブニアさん、フーシェさん、トシヒロさん、スカパラダさん、ありがとう。もちゃもちゃ泣いて。ひらがな難しいよね。ひらがなってめっちゃ難しい。喉ちょっと治ってきた。ミなら慣れてそうなのに。なんでミツキってカタカナで書かないよ。こんばんは。めちゃめちゃ目がぼやけてる。悪くなったかもしれん、この短時間で。暗いところで動画見てたから。自分の視力が悪い今。キヨさん、中友さん、ありがとう。リクエスト、Thank you。ミナミの方がバランス難しかった、さやかより。コンタクトじゃない裸眼です。ちょっとしたら元に戻る。そうそう、多分そう。なおくんさん、ありがとう。あつ森アドバイス通り草むしりと果物狩りに勤しんでます。頑張れー。2325ユニソンさんでしたよね。そう。ディリディリディディリリ。こんばんは。中国電力の CM と広島テレビのセリフ派で ST48 が好きになりました。ありがとうございます。すごい。見た感じではお目目パチしてる。ほんと？ポトフさん、ありがとう。ドラコイってやつを見てました。すごかった。前髪が邪魔い。止まっちゃった。めちゃめちゃ充電少なくてびっくりした。今見たら。どなたかドラコイ見てる方いらっしゃいますか？
見てない？一回止まっちゃったからかな、画質悪いのは。ホジェさん、ありがとう。見てる？方いた。あんなキラキラしたやつ眩しすぎて見れん。何かの略、何だったっけな、ドラマみたいな恋がしたいみたいなやつです。そう、野沢まなみさん出てる。ドラえもんの恋じゃない、ドラ恋やばい。はじめまして、みんなとお友達ですか？お友達です、イエイ。ユウさん、ありがとう。アベマ TV、 この前みちが言ったので見始めました。あ、そうなの？にゃん、うん、何、アーカイブというか普通に見れる。そう、恋愛ドラマの声がした。あ、それそれそれ、ドラゴンズ。確かに、ミーナがドライグアミチュって言ってた。優しい。あれだよね、やってたもんね、ラスアイさんも。あ、南っぽい前髪。こんばんは。うん、みーなちゃん優しいね。みーなちゃんの母と私の母がめちゃめちゃ仲良くて、そう、いつも電話してる。だからかな。そう、ミーナ道押し宣言してた。ミーナちゃん優しい。そんなに猛者なの、ミーナちゃんも。ドラクエ関係ないと思います。あーちゃんとパルタが恋カリに出るの楽しみ。それな、本当に見なきゃね。あーちゃんのヒロインですし、チャマの肉球ってどんな香り、どんな香りだろうな。香ばしい。ギルドにミーナいたら面白いのに。確かに、一緒にやりたい。それだけの支援なんかなくても、いやいや、あれでも、あの結構ね、やり込んでる方有利っぽいからさ。こんばんは、今日はお話しかありがとう。ありがとうね。ミーナめっちゃ強い。そうなの？じゃあ本当にあるかもじゃん。ジェラピケのクリスマスケーキと予約するの。ジェラピケにケーキがあるんですか？11月1日からコラボはスタート。日本散歩、本当？ほえー、回復スキル強いね。チャマがボール取ってくるのは誰かが教えたの？教えてない、教えてないけど、もう多分投げてほしい一心で持ってきてくれるんですよ。可愛くない？セブンイレブンでやってるの？ジェラピケを？後で調べよう。
本番は今日はありがとう、みちゃんもしや天然ですかって思った。天然じゃないわ。遊ぼうよ魂、遊ぼうよコン、コンじゃないか、最初からじゃないから途中参戦の歌が厳しい条件あるわね。でもさ、大地さんありがとう。そのもう皆さんがどんだけしとるかわからんけどさ、またたびさんありがとう。ねえ、 STU のファンの方がみんなドライブもともとやってたわけじゃないじゃん、多分やってた方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、だからさ、そのファンの方の中ではさ、まあ多少の差というか差はないと思うし、ほぼ、あとはそのコラボレーションが好きなドライグをもともとやってた方々がそのメンバーコラボ、なんか知らんけどアイドルグループとのコラボが来たからやってみようみたいな感じで参加してくださって、それが誰を選ぶかとかですよね。皆さんの中でそんなやってるやってないはないんじゃないかなね。既存ユーザーがどれぐらい参加して誰を選ぶか次第のところもありそう。私が今頑張って説明したことをめちゃめちゃ綺麗にまとめて言ってる、すごい。天使のヌグさんありがとう。ダッサイのモエツンことストーモエツンの見た目は STU の滝野ゆめ子さんに似てるらしい。全然似てないよ。ズメヤンさんありがとう。全然似てないですよ。もともとそのゲームしてる人が STU を知るきっかけになる。うん、なる。ラスアイさんの時はどうだったんですか、その一緒の形でした、ギルド。いまだにリセマラしてる。本当に。一緒か。ラスアイの皆さんの時はラスアイのファンの方が結構参加した形なのか、もともとやってた皆さんも結構参加してたとか、それが参加しとるんだったらドライブをやってるドライブユーザーさんたちはそういうのに参加する人たちなんだってなるけど、そのラスアイのやつでやってないんだったら多分ユーザーはさ、まあ猛者だったらそこまで変わってないじゃん、期間もほぼ一緒だし。ね、ラスアイと同じ仕様になるなら既存のガチ勢が集まったメンバーが選抜入りした。ドライグミンがいろいろ教えてくれた。ドライグミンがいろいろ教えてくれるの、すごい。チーク塗ろう。見て、大変大変だった。ドライグミ、アイドルファンの皆さんとさそのゲームを好きな皆さんがさ、つながる機会というか、すごくない？教えてくれたりとか、そういう感じになるって。ギルドチャットでいろいろ情報くれる。へえー。
もともとドラえもんやってた道押しはいるのかな。ね、いらっしゃいましたよ。あ、私推しだけど、他にも好きな子2人、まあ、好きな子というか、まあ、2人いる人だけど、そう、なんかアカウント消してなくてよかったって書いてる方いたけどね、それのその方が誰を応援するかわからん、聞いてないからね。しかも自分ももともとやってた方いますかって。ラスアイの時は弱くても貢献できるシステムがあったけから。あ、そうなんだ。え、してにはないのかな。みんなギルドはほぼ新規ユーザーだけだったけど、いい勝負できたよ。ほら、だってですって。みんな無料で楽しみましたか。どんぐらい。イベントに合わせて新規のガチャとかも始まるだろうから、新規でも大丈夫ね。とりあえずさ、あのペットだけさもらわない。だってさ、アプリを入れるのはさ無料だしさ、ペットだけさ、まあ、誰でもいいけんもらえたら嬉しくない？メンバー、 STU メンバーの。自分はペットが欲しくて楽しみにしてますよ。ね、自分はね、ダウンロードメンバー一斉のおででやるんですよ。だからできない、まだ。やってもいいけど全部消さないといけない。今からやったら、やったやつ。そう、毎日数回有料ガチャが無料で回せるタイミングがあるから準備は早い方がいい。ふえー、うまい、うまいじゃない、すごい。みんなすごいノウハウがあるね。うん、今結構新規向けの優遇あるからそれなりにできると思う。だって気にしないでもコメント読んでくれる、もちろん。少し鼻風邪？いや、鼻、あーでも詰まった、ちょっと詰まった。早く道ごっこに挟まれたい。ファイト、挟んじゃうぜ。始めたが全くよくわかりません、でも楽しいです。なんで全くよくわからないのに面白い。ペットまだ11月1日からコラボ実施って言っとったけん、11月1日に出るんじゃない、わからんけど。誰を捕まえてたけどミーナにもらった値道にします、ありがとう。複数推しだからペット集めに専念。うん、ペットいいよな。5年前からプレイ続けてる人は回ることができるんかね。でもそのさ、5年続けとる人らがさ、みんながみんなイベントに参加するかなんてわからんしさ、結構さ生きてるアカウントってさ、もともとやっててもさ、私だってポケコロもさ3年前ぐらいからやってるけど今全然ログインとか してないしさ、何年も続けるって結構難しい。たまに開いたりもしますけど、気分がそれになった時とかは。そんなイベント
もういちいちチェックできてないし、そんなにその猛者の方々というか子さんの方々を気にしなくてもいいと思うけどな。うん、だしその方々が参加するかは分からんしね。ずっと続けてるゲームは7並べぐらい。優しい。待って。ずっと続けてるゲームは7並べくらいかな。出てからずっと続いてるゲームは7並べしかない。確かに7並べはやったりやらなかったり人によって全然違う。わかるよ。結局イベントは子さんが入ってきそうと予想してる。でもその方が私とかにね来てくれたら、応援してる子に来てくれたら嬉しいですよね。カケもメンバーに貢献できるからやる人は多い方がより。だってそうなんですよ、無料でも楽しめるんですよ世の中。私はしちゃうけどね、そうフォートナイトとかスキン買わんくても何も強さとか何も変わらんのにやっちゃうけどさ。七並べの立場なんで？これはコラボじゃん。ガチャ楽しい。お、いいね。そうよ、確かに第五人格も全然課金しなくても服で強さが変わるわけじゃないのに課金しちゃうし、私は。しかも弾丸論破コラボが出た時は弾丸論破全部アニメ見て弾丸論破も好きになったし、私みたいにコラボから入って STU を好きになってくれる方はいると思う。でも課金しなくても絶対楽しめるものがあると思う。課金が全てって思ってらっしゃる方がいるんだったら、それはまあランクインしたいっていう自分のためか、その推しを8位以内、その CM 圏内に入れさせたいっていう思いがあるからだと思うんですよ。でもその課金が頭の前提にある方って、だからそれはもうそう思うんだったら自分のため、あるいは推しのためにそう思うんだったら、まあやるかやらんかは自分で決めてもいいと思うけど、そうなんですよね多分。だからね、その、まあ、ランクインしたいっていうその9人ギルドに入って推しと戦いたいっていう自分の思いか、あの推しを入れたいっていう思いが強い方がそのお金を使わなきゃって言ってらっしゃるんだと思うんですけど、まあそうじゃない方でもね、その気持ちが強い方はいらっしゃると思うけど、そうだからフォートナイトやってますめっちゃ。うん、そう、楽しみ方はそれぞれだし、そんなにみんな気を寄せずに本当に楽しめる程度というかでみんながやったらいいと思う。全然私は全然
ギルスさんありがとう。フォートナイトレベルどのくらい？今何歩だったかな？80何歩です。レベルは買ってないよ。でも買わずに80何歩ぐらい。フォートナイトでラブリーエンジェルミチェってユーザー見つけたら守ってあげたい。すごい名前。スカパラダさん、ミワさんありがとう。フォートナイト最近ボト多い。そうなの？私は下手だから。何がボットで何がボットじゃないか分かんない。毎日ログインするだけでプレゼント素材もらえるはずだから、それを貯めてみちにプレゼント。おお、すごい。またたびさん、てつさん、ひらたくさんありがとう。うん、アイアンマンとウルヴァリン倒した？倒した。お強いので。さっき弱いって言ったわ。弱いけど強いので。弱い中の強い。アイアンマンの武器強くないよね。ユニビームは強い、貫通するから強いけどさ。フォートナイトね、アイアンマン出てるの。そうですよ、今マーベルコラボでめちゃめちゃ出てる。そのマーベルコラボもだって私マーベル見ようと思ったもん。9人に入れなくてもプレゼントで支援もあり。確かに。イズチャさん、バンジャラモンスターさんありがとう。ウルヴァリンダウンしても回復して立ち上がるから怖い。この前なんか間違えてダウンさせたのに脅しちゃって、その間にウルヴァリンが回復してってなって倒されちゃった。だってもともと私はさ、ゲーム好きでさ、結構ハマりやすい体質なんですよ絶対。だからその第五人格と弾丸論破がコラボしただけで、私は弾丸論破を見て弾丸論破にハマって、モノクマかわいいって言っちゃう。もう結構好きって思っちゃう系の人なんですけど、でもそののめり込む人、しかもゲームをしてて、そのコラボ、そのゲームがコラボしてコラボが気になっちゃう人って絶対多分のめり込んじゃう人が多いと思うんですよ。そのゲームにもうのめり込んでるからね。そうだからね、本当に STU にとってね、 STU にとってもドラグさんにとってもいいねコラボだと思うんですよね。ペルソナ見てないの。ペルソナそんなに第五熱がそんな、初めて数ヶ月だった。だからロボットハックしたことある、もちろん。うん、だからみんなエンジョイ、エンジョイ勢になりましょう。5G じゃない、携帯が弱。本当に、私ドラエグさん、ドラエグさんのあのアプリが入るのかって思うぐらい携帯やばいけん大丈夫かなと思ってる。ゲームの話だとライブの時みたいに明るい道になるね。よく言われる、好きなこと話す時分かりやすいって。第五人格楽しいんでしょ。そうなの、まだ変えてない。発表あるからさ、
14日ですっけ、楽しみ、出てくれって思いでいっぱい。出てくれたらだってギリギリ間に合うよね多分、すぐ予約したら。ドラゴンエッグもハマりそう、いいじゃん。ルーム長さんありがとう。私と一緒に、一緒のギルドに入って戦いたいって思ってくださる方が、その思いで頑張ってくださったら、私も皆さんと一緒にバトルできるのも楽しみだし、いいと思う。ね、私もそうそう、ゲームの話よくしとるけん。深夜さんありがとう。やっぱ早く出てほしい、携帯。直哉さんありがとう。 CM 入りたい？そりゃ入りたいですよ。入りたいか入りたくないって言ったら、全国 CM に出たいか出たくないかって言われたら絶対出たいでしょとは思いますけどね。ありがとう。皆さんぜひダウンロードだけでもしてみてください。ペット集めよ、ペット。いきます。13位 M ケンさん、12位ポトフさん、11位ブルーさん、10位アモズさん、9位ダダダダムドさん、8位ホジェさん、7位セディアンさん、6位中友さん、5位コモチンさん、4位キヨさん、3位ギルスさん、2位スーさんさん、そして1位はトゥルルンジちゃん、坪井祐介さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジちゃん、N さん。1たす2は N な。ありがとう。それでは今日も一日お疲れのでした。ありがとう、ロバイチロバイスミチュー。ありがとう。2日間。またね。明日はハッスル。Mm-hmm.